おはようございます。清美です。さあ、いよいよ週末ということで、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕もですね、どうにかこうにか、えー、仕事が一段落して週末になっているわけですけれども、今日はですね、初めてのボーイング787ということで、えー、これまでですね、この Vlog 約60日ということで、このフライトシミュレーター2020が公開された、リリースされた日から、 えー、Vlog をやってるので約2ヶ月経っているわけなんですけれども徐々にですねこう一番最初に変わっていた、まあ、いわゆる本当にこうやりたいぞっていう人たちの枠を一つ飛び越えてですねちょっと飛行機に興味出てきたから始めたいなとか、まあ、そういった方々がこう徐々に出てきているのかなと思っていて、まあ、ほぼいろいろ意見いただく中でまずこうどういうふうに入門編としてやっていけばいいんだっていうような話をですねちらほらいただくようになってきたので 今日はあえていつものようなマニアックな世界から一歩引いたところからスタートしてどういうふうに飛行機を完熟させて飛ばしていくのかっていうところをパイロット目線で解説してみようと思います今日なんですけれどもスタートするポイントは昨日までに到着しているこのラスベガス空港ということでここ1週間2週間ぐらいかな ずっとですね、スカイホークの旅ということで、点々といろんな空港を回ってきているわけですけれども、その中で久しぶりに大きな空港にたどり着いたので、このラズベガスを舞台に787のチュートリアルというかね、入門編っていうのをやってみようかなと思いますえ。今日はですね、複雑なオートパイロットを使ってどういうふうに飛んでとか、そういった部分はですね、一旦置いておいて、こういった初めての機体に 挑戦するときにどういうふうにアプローチしていくかっていう視点を含めて初めてフライトシミュレーターで飛行機を飛ばすぞという方々に向けてですねこうステップごとにまとめていって多分前編後編っていうような形で動画をまとめることになると思いますがどういうふうにするとこういった初めての飛行機がうまく飛ばせるかっていうところを紹介していこうかなと思いますまずはじめに空港の設定なんですけれども 基本的に大きな空港を指定して始めることが簡単です。今はもうラスベガスっていうふうに決めてますけれども、例えば日本国内がいいなっていうことであれば、羽田とか成田、それから関空でもいいですし、えー、中部、首都線もどこでも構いません。ということで、ポイントの一つ目は滑走路の長いところでスタートするっていうところがあります。空港を選択すると横に滑走路リスト出てきますから、この中から だいたい1万フィートぐらいを基準にしてもらって1万フィートを超えている、超えていないっていうところで指定してもらえばいいかなと思いますこの空港の場合は1万フィートを超えている滑走路それから9700フィートということで、まあ、ここら辺は全然許容ですねただこれが7000とか5000とかっていうふうに減ってくるとなかなか初めて飛ばすには難しくなってくるのでそこら辺は注意していただければと思いますそれからポイント2つ目 これは結構重要で、風と滑走路の向きが合っていることっていうのが重要です。飛行機は基本的にヘッドウィンド、前からこう風を受けて飛ぶっていうことが重要になってきますので、特にこういった離陸とか着陸の時には、背中の方から風を受けていると、その分操縦が難しくなりますので、こういった形で風をチェックするということをやります。この下のボックスのところに出ているのが270度から2ノットということで、 西側の方向からね、風が吹いているということがわかります。で、今回チョイスしたランウェイは 26R ということで、これはどういうふうに見るかっていうと、26、頭についている2つの文字、プラス0をすると、この滑走路の方位になります。なので、この滑走路の場合は260度の滑走路ということですね。なので、270度の風に対して、 260度の方向を向いている滑ソルなので、ほぼイコールなので、いい滑ソルのチョイスということになります。さあということで、コクピットの方にやってきたんですけれども、まず簡単なコクピットの配置から説明してみようかなと思いますえ。このコクピットっていうのはですね、非常によくできていてですね、一番視点の集まるところ、いつも前を見て飛ぶわけですから、前をパッと見たときに必要な情報が一番。 こう入っててきやすすいようにレイアウトされてますなので基本的にいろいろとこうやり込んでいって徐々にこう理解を深めていくまではもうこの視点だけで大丈夫っていうぐらいに集約されているのがコックピットのレイアウトですで簡単に説明をしておくと前にあるこの2つのディスプレイこれが主に使うディスプレイということになりますそれから真ん中のコンソールのところここについているのが主にはオートパイロットを制御するような コントロールパネル、パネそれから両サイドについているノブはそれぞれのケーキにどういうものを移すかっていうような選択ボタンみたいなものですねそういったものがついているというレイアウトです多くの場合航空機のレイアウトっていうのはすごく似ていますんでこういった形でですね飛行前にまずどこにどういうものがついているのかっていうのを確認するのが第1ステップということになります続いて下側のパネルのところですね センターペディスタルとか言ったりしますけれどもまず一番初めにこの上の部分ですねこれはですねこの機体に対して情報を入力するところシステムをこうプログラムするところっていうような位置合で捉えていただければ OK です今回は初めて乗る機体ということでもちろんここをいじり始めればすごくいろんなファンクションがあるんですけれども初めのうちはこれの理解なかなか難しいと思いますので一旦ここは触れずに進めたいなと思います 続いて真ん中についているのがこのスロットルですね。ここでエンジンの制御をしています。でエアバスの場合は少し癖があるんですが、ボーイングの場合は手前が0、一番奥が100%ということで、非常にシンプルな作りですから、そこら辺の理解はしやすいかなと思います。奥側ですね、このギザギザのところで番号を刻まれているところがあると思いますが、これ少し今ノブ隠れちゃってますが、奥側についているのがフラップのレバーです。 それから手前がスポイラーということで、スポイラーっていうのは翼の上から出てくるスピードブレーキですね。まあ、そういったものがついてますというところですで。この後ろ側のところは無線関係が主ですけれども、まあ、あまりここはいじらなくても大丈夫です。こういった形でですね、コックピットっていうのは前から一番重要なものが備わっていて、後ろの方向に向かうに向けて、徐々に徐々にこの まあ重要さが減っていくというか、頻繁にいじらないものっていうのが搭載されているっていうようなレイアウトになります。それから上のパネルですね。こちらのオーバーヘッドパネルの方も基本的には構造は一緒です。前側の部分、一番こう前を向いている時からパッと視点を移動させて見やすい部分にあるのが頻繁に操作するライト関係のものっていうことになります。それから後ろに向かうにつれてエンジン関係のセットアップをするもの。 それから緊急時の対応のものっていうような形で、徐々に徐々にこう使う頻度が下がってくるものが、後ろの方に搭載されるということになります。さあ、ということで、メインのディスプレイの方なんですけれども、えー、少し拡大してみると、こういった形であります。で、一番右側、見切れてるところはエンジン関係の契機ですけれども、まあ、基本的にフラッチュシミュレーターの場合は、どんな操作をしてもエンジンそ々そ壊れることないので、 あまりこう重要視してみなくていいですが今回一番見ていただきたいのはですねこの真ん中のディスプレイですね、えー、この部分を見ていただいてですねまず左側にあるのが速度のテープになってますこの速度をですね、えー、だいたい150ノットから250ノットぐらいのレンジの中でコントロールしてあげるっていうのがファーストステップの部分です、えー、それからコードですコードに関しては海抜コードということで今この ラスベガスの空港は海面から2000フィート上のところにある空港ということで多少こう標高の高いところにある空港ということになりますそれから一番最後この真ん中の青と茶色の部分ですけれども、まあ、これ一応説明しておくと茶色の部分がこう水平線のラインということですね今の段階ではほぼ水平でこれが機体が傾くとここのマーカーが傾くというところで見ていただければと思います ということで、いざ飛行して、フライトの挙動の方を見ていこうかなと思うんですけれども、この飛行するときにですね、じゃあどれぐらいの速度で離陸したらいいんだっていうのがあると思うので、そこの部分だけ紹介しておこうかなと思います。まずはじめに先ほど紹介したこのデータを、ね、入力する装置のところを見ていただいて、このインデックスですね、左下の部分、ここを押していただいて、テイクオフ、下から2番目の項目、これをですね、選択していただくと、 この右側のところにですね、V1、VR、V2 っていうことで、ここを3つ数字が出てきます。この真ん中の VR っていう数字、146ノットですけれども、この速度を覚えておいてください。この VR、ローテーションスピードって言って、徐々にこう、機種を上げて離陸していくためのスタートポイントの速度、これを覚えておいてください。今回のフライトシミュレーターですね、 この滑走路上から全部セットアップされた状態でスタートできるっていうことになっているんですがパーキングブレーキがかかってしまっているのでこれだけは注意してみてくださいでパーキングブレーキは何かしらキーを割り当てておいてもいいですし787の場合はこの手前にあるこのノブを1回押してもらえればパーキングブレーキが解除できるということになりますまずはじめにこのエンジンのスロットルに関しては滑らかにこう上げてっていただいて100%に入れてもらって構いません この100%の設定で速度が上がってくるのを待ちます。80ノットから100ノットあたりですね。で120、130、140ということで、先ほどの速度が近づいてきたところで、徐々にこう、操縦桿を引いてあげて、離陸していくということになります。こういった形で機体が浮き上がったところで、まず初めにやるのがギアのアップです。ということで、ギアをアップさせて、 離陸を継続していきますギアは先ほどと同じようにファンクションボタンを割り当てておいてもいいですしここのメインディスプレイ2個の横の部分ここにギアレバーありますんでこれを手動で上げてもらっても構いません続けてですね高度が上がっていくに従ってフラップを徐々に上げていくんですけれども最初のうちはどういう風に使ったらいいかわからないと思いますのでフラップをフルアップに最初からしていただいて構いません上げちゃってもらっても全然問題ないので フラップを上げるとですね速度が一気に増してきますのでこの段階でスロットルを約6割から7割ぐらいまで絞っていただくという感じですね。で今ちょうどこの上のところで58とか59っていうような数字になっていると思いますけれども約6割ぐらいの推力で十分安定した速度が得られているということで、まあ、これぐらいかもしくは水平飛行に移った後は 50%ぐらいまで絞っていっても大丈夫です。ということで、高度がある程度上がってきたところで、まず初めにやることとしてはですね、大体こう完熟飛行だったりとか、初めて乗る機体でよくやるのが、この操縦桿の動きに対して、どれぐらいこう機体が連動して動いてくるかっていう確認はよくやります。思いっきり操縦桿を倒しても、機体ってこうついてくるまで時間差がありますから、 どのくらいこう操縦桿をですね動かしてやると機体が反応するかっていうこの反応具合ですねこういったところを見ていくっていうのを一番最初にやることが多いですそれから先ほどからこう簡単に扱っているように見えますがスロットルと速度の関係ですねどれぐらいこうスロットルを入れてやると速度が上がってくるかもしくはどれぐらい下げてやると速度が落ち込んでくるかっていうようなところを このスロットルの敏感さみたいなところっていうのをよく確認しますこの2つが確認できたところで次に上下のモーションですねどれぐらい押し込んだら機体がノーズが下がるかそれから徐々にこう引き起こしていった時に機体のモーションがどれぐらい早くついてくるかっていうようなところで,で一口にまとめるとそれぞれの操縦系統に対してどれぐらいこう機体が反応してくれるかっていうことを一番最初に確認します 次のステップとしては目指しているものに対して飛ぶということでコードとかこういう時には気にしないでもらって構いません例えば目の前今山が見えてきていますけれどもあの山に対してまっすぐ飛べるかどうかっていうのを練習していくということになります とということで今までの部分のところのです、ね、復習になりますけれどもまず初めにやることとしてはそれぞれの機体の挙動に対してどういうふうにこう機体が反応するかっていうのがファーストステップそれからセカンドステップとしては何か目指したものに対してしっかりと機体を誘導できることができるかっていうのをセカンドステップとしてトライしてみてくださいということである程度こう機体に完熟してきたところで いよいよ空港への着陸というところでやっていきたいんですけれどもこの着陸っていうのは初めてやられる方からすると結構こうハードルの高いなというか難しいなという内容だと思いますこういった部分をどういうふうにクリアしていくかっていうと一番最初にやらなければいけないのは空港に対して十分な距離を取るっていうところですそれをするためにですねこの右下のマップのところで今 K ラスっていうことでラスベガスの空港のマーカーが出ていますけれども このマーカーを指標にして、透明透明のところから着陸に向けた準備をしていくということが一つポイントです。ちなみにこのマップを動かすためには、この上のパネルのところの4つの部が出ているのの右下のところ、これでレンジを変えてあげれば、マップの大きさが変わるということになります。さあ、ということで、いよいよ着陸に向けてですね、準備していくんですが、着陸の時のポイントというか、やらなければいけないことですね。 っていうのは大きく2つです。エコードとか速度をコントロールしてあげて着陸に向けて徐々に降下していくっていうのが1つ。それから機械的な操作の部分ではギアとフラップを下げるっていうのがこのステップ2の部分ですね。この2つになります。まあ、ラスベガスの空港が目の前に来るようにですね、コントロールしていますけれども、徐々に高度を下げてくるに従って 速度を絞っていってあげて着陸できる速度まで下げていきますでこの時に今230ノットぐらいですけれどもさらに速度を落としていってあげて200ノットを切った辺りからですねフラップを徐々に下げていくということになりますでこのフラップ操作っていうところでいくとですねなかなかこう慣れないうちはいつ使ったらいいんだろうとかっていうのが見えてこないと思うんですけれども,もとりあえずですね 今200ノットぐらいですけどもう全部下ろしてもらっちゃって構いません本当はダメですよ本当は壊れるんでダメですけど一番最初のエントリーモデルですから下げてくださいで次に速度速度は150ノット前後ぐらいのところをキープしていただきたいので速度が下がってきたところである程度スロットルを入れてあげて速度をキープするということになります さあということで空港の方に徐々に近づいてきたわけですけれどもここまでかなり乱暴にこう説明してきていますが一旦着陸前の、ね、セットアップをもう一回見ておくとフラップを全て下ろしてやることそれからスポイラーこれに関しては1回クリックしていただくとですねこの手前の線のところにやってきますこれは着陸の時に設置した瞬間に勝手にスポイラーが空いてくれるモードですから787の場合はワンクリックでこのモードに入れておいてあげると いいいうことで忘れずにやっておいておくださいそれからこの後着陸に向けてですね、まあ、徐々に高度を落としていって速度を絞っていってっていうことをしていくわけなんですけれども一番最後の狙いの速度としてはだいたい140から150ナットぐらいここら辺の部分に収めておいていただければ大丈夫ですある程度高度が下がってきたところでギアをダウンにします このある程度っていうのはどれぐらいかっていうことなんですけれども大体3000フィートから4000フィートぐらいそこら辺の段階で下げていただければ大丈夫です今はラスベガスの空港が2000フィートでスタートしていて5000フィートっていうところを飛んでいるので約3000フィートですねこの段階でギアを下げてもらえれば OK ということになりますどうこうしているとラスベガスの空港が左奥に見えてきたのでこちらの滑走路に向けて最後機体を センターにアサインしてあげて着陸するということをやっていきたいと思います今コードとしては少し高めのところで入ってきてはいるんですけれども最初のうちはあまり気にせずにですね何回も何回も着陸の練習していただいて構いません。 でこれが完熟できてくることによって次のステップに進めるということになりますねで多分明日になると思いますけれども解説するオートパイロットのね簡単な使い方っていうところで次の後編の方をねやっていこうと思っていますけれども後編の方はそんなに難しい話はないですボタンポチポチといくつかいじっていただくだけでですねできるので 何よりも重要なのはこの機体をね自分でコントロールできるようになるっていう今日の動画の部分ですねこちらをですねしっかりとマスターしていただくことが重要かなという感じですねこの見え方は少し高いところから入っているんですけれども速度は一定に安定していることと一定の角度でねこういうふうに入っていくっていうことが重要ですはじめのうちはですね 今わざとやってますけどこういった形でも滑走路のエンドのところにきれいに下ろせないっていうのはですね全然構いませんどこでもいいですからまずはこの設置する感覚をつかむっていうところが一番です自分がこう目指して降りていった先のところでプレーやっていいますけれども徐々にこう機種をピッチアップしてあげて着陸する感覚ですねさあということで設置をどうにかさせたいんですが 実はこの787、今フライトミュレーター上でトラブルが出ていて、低速時の挙動がですね、非常に怪しい機体の一つであって、結構こういうふうに設置させるまでの部分っていうのが難しいですね。今どうにかようやく設置させることができましたけれども、こういった形で実際にはもう少し低い速度になってくると、しっかりと揚力が落ちてきて、設置簡単にできるはずなんですけれども、 結構難しい部類の飛行機になってしまっているっていうのが今 F-Lite シミュレーター上で分かっているポイントの一つということになりますまあ、そういった意味ではですねなかなかこうどんどんやり込んでいくにはちょっと787すぐに使えない機体っていうところではあるんですけれどもボーイング好きな方はですねまあ、トライしたいかなというところもあるのでまあ、一旦そういう不具合がですね今あるんだというところはご理解の上でトライしていただければと思います ということで本日はすごく乱暴ながらもどういうふうにこうパイロットが完熟していくかっていうところの紹介というところで一番最初はコックピットの内部の作りを覚えることそれから次のステップが実際に飛ばしてみて機体の挙動それぞれの操縦系統の使い方それからそれぞれをどういうふうに使ったらどういうふうにこう機体が動くかっていうですね動きの 整合性の部分ですねそこの部分を覚えていくっていうところが2ステップ目それから最後に離陸や着陸などのそれぞれの工程を練習していくというところでこの3ステップまず進めてもらうところがポイントだと思いますので是非やってみてください、はい、ということで今日はですねクイックチュートリアルやってみたんですけれども明日は 一気に飛躍して後編の方ではワンルート飛ぶっていうところでオートパイロットの使い方から機体のどういう風にマネジメントしていくかみたいな部分も含めてですね紹介してみようと思いますのでまずはじめに今日はですね皆さんぜひ土曜日楽しんでいただいてたくさんですねこう飛ぶことを練習していただければいいかなと思いますというところで本日もご視聴ありがとうございましたまた明日の朝もお会いいたしましょうそれでは